8回東海道川崎塾三角おむすびレシピコンテストで優勝したレンコンとジャコの甘辛おむすびと、準優勝のひじきと小松菜の三角おむすびが商品化されました。川崎区小田の新栄会商店街にある飯田屋では1個150円で販売。今年のおむすび優勝準優勝のおむすびの売れ行きはどうですか？はい、土曜日から販売しまして、土曜日はお天気も良かったので、相当数お買い求めいただきました。で、昨日もですね、まあ、雨ですがちょっと若干少ないですが、お客さんニュースを見ていらっしゃってお買い求めいただいておりますので、今のところ順調だと思います。比較的ご家庭にもある材料を使っているものですので、レンコンのシャキシャキ感と、それからひじきの方は、若干甘めの味付けになってますけども、非常に好評、オンラインのコメントもいただいております。この優勝のおむすびなんですけれど、常時こちらで販売していただくにはあと何がちょっと足りない？いや、何が足りないというのはないんですけども、はい、5月の下旬までは、期間限定で、販売します。こういった混ぜ物のおむすびはですね、常時他の製品もあるんですけども、その辺で好評であれば引き続き、常時販売するような形も取っていきたいなと思っています。これまでのおむすびの中で、はい、これはすごかったな、印象に残ってるおむすびってありますか？はい、4回目から、はい、参加させていただいておりまして、うん、去年の、サラダチキンを使った優勝作品も非常に大葉も入っていて、非常に美味しいと思いますし、その前になる3回前ぐらいになりますけども、バター醤油、はい、カリカリ梅を使ったバター醤油というのは、まあこういう商売してても、意外と発想ってそこまで、なく、非常に驚かされるというような内容で、まあ、作ってみて非常にインパクトパンチのある、若い方に非常に好評だったと思うんですけども、非常に美味しいおむすびもありました。はい、残念ながらここは実現できなかったなというのでも、まあ、非常に美味しいものも再現してみてありましたので、まあ、その辺は非常に皆さん方 のレシピ、意外とこう意表をつくような内容で非常に楽しく参加させていただいています。5月31日まで期間限定での販売になりますが、評判が良ければ常時店頭に並ぶそうです。では PR をお願いいたします。はい、仙台から私は2代目なんですけども、50年以上この小田の地で、おむすびと、和菓子の方を販売しております。おすすめは、栗どら焼きが非常にお客さんから評判がよく出ております。おむすびの方も通常ですね、10種類以上、それから和菓子も、季節の和菓子、これからですね、水羊羹、くず桜、という形で、まあ、年末に関してはお餅の方も自家製でついて販売しておりますので、ぜひ お近くにお寄りの際はお立ち寄りください。